三菱重工業三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所は愛知県にある三菱重工業の製作所工場である。略称は名工。1920年に開設された三菱内燃機製造株式会社名古屋工場を前身とする三菱重工業の事業所の一つである。 主に航空機部品の製造、戦闘機やヘリコプターの製造、修理、航空機やロケットの組み立てなどを行っており、名古屋誘導推進システム製作所とともに、三菱重工業航空宇宙事業本部の一翼を担っている。2017年11月30日には、小牧南工場内の MRJ 最終組み立て工場内に展示施設、MRJ ミュージアムを開設した。 三菱内燃機株式会社名古屋工場戦前、戦中に生産された、航空機戦後に生産された、航空機 H、E やロケットラインナップ、大江工場飛島工場小牧南工場、小牧南工場,南工場広島製作所岩工場、MRJ 最終組立工場2017年11月30日、小牧南工場の MRJ 最終組立工場内に開設された、展示施設で、 工場見学ツアーが行われている。工場の5階にある展示室フロアには、MRJ の実物大モックアップや、開発初期に作られた木製のエンジンやパイロンの実物大モックアップのほか、実際に使用されている部品などの展示が行われており、2階では最終組み立て工場の見学ができる。なお、工場見学ツアーは、完全予約制で、愛知航空ミュージアム2階にある。 MRJ ミュージアムチェックインカウンターで受付後、シャトルバスで移動する必要がある。ありがとうございます。